どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっと時間なかなか空いちゃったんだけど、ベトナムのホーチミンにいるモジャ君と、ズームでつないで、ちょっといろいろ、今日はね、皆さんにとって結構有用な動画をちょっとアップロードしようかなと思って、一応ね、2部構成、3部構成、2部構成で進めていきたいと思います。メイン今日皆さんにシェアしたいのは、今季節の変わり目で、夏から秋から冬にってだんだん湿度が高かったところからガーッと湿度が下がってきて、気温もぐーっと変わってきて、その時にこの楽器で気をつけることを、ケアの仕方とかそういうことを、この G ラボウクレレの生まれの親のモジャ君直々にちょっとね、みんなにできる簡単なこう手入れの仕方なんかもちょっとシェアしていただきながら、そんなのをまずメインでやっていきたいんですけど、あとはベトナムの現状もちょっと聞きたいしね。ロックダウンだったんですよね。で、工場に寝泊まりしたっていう話からちょっと間が空いちゃったんで、その話と、最後にですね、まあちょっとおまけというか、今 G ラボと、まあモジャ君と、ガズと、G ラボチームで面白いことをやってるぞというね、経過報告的なものをちょっと皆さんにもシェアしたいなと思うんですけど、そんな感じでやっていきます。モジャ君どうもこんにちは。こんにちは、はい。もう毎日作りまくりですか？毎日作りまくりですね。はい。ありがとうございます。本当皆さんオーダーいただいて、しかもね、今回そのロックダウンでお待ちいただいてたんでね。はい、そうですね。はい。本当に今、ロックダウンが、11月1日からか、まあ、条件付きではありますけど、もうほぼほぼ解除されて、もう今フル稼働で、11月1日から。やらせていただいてます。よかった。流通も戻ったんですね。流通も、まあ、完璧ではないですけど、だいぶ、通常通りになってきたっていう感じです。生活面でタクシーが結構制限されてたりとか、小さいことはありますけど。あ、そうなんだ。タクシー制限不便だね。仕事をしたりとか、まあ、なんか例えばスーパーに行ったりとか、そういうのはもうほぼほぼ回復しております。なるほど。もうね、すでにね、ロックダウンが明けたのがいつだっけ、 10月1日か。そっからもう2つぐらいもう日本に荷物来てんだよね、実はね。そうです。はい、こう工場に泊まって一生懸命こう作ってたものっていうのを最後、一気に仕上げをバッと進めて、やっと日本に。はい、なんで、僕の周りでもね、薄れれが届きましたっていう声すごく大変いただいててね、まあ、すごい大好評なんで、まあ、ひとまずはね、よかった、本当みんなお待たせしましたって感じで、まだ待ってる方たくさんいるんで、まあね、もじゃくん引き続き、よろしくお願いします。体調はそれで崩れなくてよかったね。なんか結局ほら、工場にね、泊まりとかしてたから、そういうのがちょっと心配してたんだよね、やっぱね。めご飯とかさ。そうですね、その辺はなんとか、まあ、大きな問題もなくて、まあ、スタッフの中で中にはコロナかかった人もいましたけど、マジで問題なく回復して。重症化しないんだ。ワクチン打ってたからってことだね。ワクチン、その当時、まあ、打ってたかどうかちょっと分かんないですけど、よかったら大事にはならなくてね。そしたら回復してもう全然問題ないので。なるほど。その辺は良かった。はい。まあ、じゃあ今のところは一応チーム一応フルメンバーで生産す、フル稼働しているということでね。よかった、はい。流通が止まっちゃってもダメだからね。結局そこの工場がいくら動いてもね。そうなんです。流通はやっぱ1日からではなく、ちょっと段階的に解放されていったんですけど、やっぱ最初の頃はスーパーとか物がなかったりとか、結構今は、まあ、戻ってますけど、徐々にでしたね。はい、よかったよかった。まあ、じゃあ引き続き、よろしくお願いします。いいウクレレを生み出してください。はい。で、じゃあ今日のメインテーマに入っていきましょうか。ちょっと乾燥して気温が下がってるんだけど、なんか、まずざっくりとある？そうですね。先に、まあ、どういう環境がいいかっていうのを説明した後に、もうその後に、まあ、実際に乾燥したらどんな症状が出てくるのかっていうのも少しだけ話をしようかなと思うんですけど、はい、まずまあ、ギターもウクレレも、まあ、ああいう形の楽器、木製の楽器、弦楽器っていうのは、まあ、最適な温度は大体20度前後、まあ、25度とか、まあ、それぐらいまでが
適温なんでしょうね。まあその温度がまず一番いいっていうことと、で湿度が大体 40% から 60% ぐらいですね。まあその間であれば、まあいいと。あの、ちょっと細かいことを言うと、ちょっと複雑になってくるので。いいよ、その一般の人が、あのご家庭でできるケアじゃないと意味ないからね。そうなんです。その中で、あの、保管してもらえれば、あの、木なので多少変化、まあ、起こっていくんですけど、変化が緩やかに起こっていくので、あの、木自体がその、なんていうんですか、例えばこう割れちゃったりとか、そういうことが、あの、極力ないと。ゼロにはどうしてもならないんですけど。やっぱりあの、Tラボで作ってる、あの、わがままウクレレとか薄レレっていうのは、オール単板で、要は、ね、無垢材だから、乾燥すると割れとか反りがよく出ちゃいがちってことですよね。まあ、一般的ないい楽器って全部そうだけど、はい、うちのはちょっと熱いんだよね、もじゃくん特製の。そうです、ちょっとだけあの熱いので、まあ、比較的、まあ、丈夫には作ってはいますけど、うん、とはいえ、そうです。とはいえ、木で作ってるので、どうしてもこう曲がったり、歪んだりっていう症状は、出ちゃうという、うんうん、出ちゃうので可能性があるってことだよね。うん。まあそのですね、あの、まあ、そのじゃあ温度と湿度で、まあ、保管っていうことがまあ大前提になってくるんですけど、他にも、まあ、急激な温度変化、この今の適正温度適正湿度の中でも急激に変わるっていう状態でもやっぱ良くないんですよ。うんうん、で、まあ、冬場に一番ありがちなのがあの。その湿度 40% 以下から一気に 60% とか 60% オーバーとかいうところにバッて持ち込むと非常にまずいという、うん、なるほどね、うん、あの昔バンドやってる時になんか満員のライブハウスで汗だくになってそのまま青森だったんですけど、そこ外出たらもう僕の持ってるギブソの塗装がね、もうみるみるなんかおかしなことになってるっていうのを経験したことがあるけどね、塗装が特にね、うん、やばいですね。木の膨張と塗装の膨張がスピードが追いつかないんだよね。そうそう、あの違うので、そのそうなんだよね、その塗装のもう物質が違うので、うん、あのどうしてもこうどっちかがゆっくり動くのに対して片方は急激に動くと、そうだ、こう塗装が剥がれる、剥離しちゃうっていう症状とかがどうする割れたりね、塗装がね、まあとはいえでもさ、急にで、だから玄関に例えば寒いとこから帰ってきたら玄関でちょっと一回置いといてリビングに入れるっていう感じなのかな、うん、すぐにあったかいリビングに持ってこずにね。あ、そうですね。だから普通だって日本みたいな寒いとこに行ったらもうどうしたってそれになっちゃうもん、外出かけたらさ。だってなる、うん、あとはあのケースから出すのをちょっと時間を置いてからケースに出すの、ハードケースに入れてる人はね、部屋の温度にこうケースの中で徐々に鳴らしといてから出すっていう。あ、そうか、ソフトケースでもいいんだ、それは。ソフトケースでも大丈夫です。なるほどな。まあ、そういうことです。まあ、あと、まあ、まあ、必ず言われるのが、まあ、直射日光を避けると。直射日光ってあの温度一気に上がっちゃうんで。うん、あと、やっぱりすごいよね。あのやっぱり本当に、あのなんていうのかな、パワーっていうかすごくて、本当日光当たってるだけで、だっていろんなもんね、カーペットとかいろんなもん日焼けしちゃうしね。まあまあ、太陽の力は本当に強いので。西日でさ、まあ、部屋の中にもね、部屋が、あの太陽入ってくるから、ね、あの太陽が傾いてね。そうだろう、それも気をつけない。まあそうですね。まああと、その、まあ、保管、今度はまあ保管方法の話をちょっとしていきたいんですけど、うん、はい、まず、使わないときは、まあ、まあ僕の場合はケースの中に、ケース、ソフトケースでもハードケースでもいいんですけど、ケースの中にしまっておくことをおすすめするんですね。っていうのは温度変化じゃ、湿度変化。湿度変化がちょっと緩やかになる。まあまあまあ、そうか、そうね。うん、急激な変化が起きづらいので、ケースの中の保管をおすすめしているのと、あとですね、ちょっと僕もあの日本を離れすぎて、その乾燥してる環境をもう忘れがちになってきてますけど、もう唇とかもう 手とかさ、みんなも多分相当乾燥今し始めてると思うね、体もね、すごく乾燥する。
それが、まあ、そっちはね、高音多湿だからね。そうね、もう本当忘れちゃってきてはいるんですけど、さあの今日はあの事前にちょっとこうネットで最近の保管のこうなんていうんですか、あのこう知恵袋的なものをこうちょっと見てたんですけど、うん、中にはあの、まあ、ギターの話だったんですけど、まあ、ウクレレでも共通なんですけど、コンビニであのもらうあのこうおしぼりっていうんですか、おしぼり、はい、あの袋の分かる分かる、あの植物でできてるね、手拭きだよね、あれをちょっと口をちょっと開けといてケースの中にこう加湿するってことね。そうなるほど。っていうなんかこう豆知識的なものもこう、まあ、あったりするので、確かそれは確かに理にかなってて、まあただで手に入るしね、そこら辺で。そうですね、いいんじゃないかなっていう、まあ、思いましたし、まあ、あとあの、まあ、さらにもう一歩踏み込んだところに行くと、やっぱり加湿器、あと、湿度計、です。うん、まあ、加湿器は、まあ、とりあえず湿度計を先に買ってもらったらいいんですけど、その今自分の部屋、その置いてある環境っていうのがどれぐらいの湿度なのか、湿気があるのかって、まず把握するところから、まあ、始めてもらうのがもう一番いいのかなと。まあ、結局いつもさ、はい、まあ、もちゃくんと話すとこの話になるけど、人間が過ごしやすい ところが一番いいわけじゃん、結局。そうそうそう。乾燥してたら僕たちも乾燥するわけだからね、加湿した方がいいからストーブとか炊いてね、夜間置いたり、ね、そうあ、でも今のさちょっと話だけど、その保管するときはケースに入れて置いた方がいいけど、もう毎日引いてる人はリビングルームが一番良くない、やっぱり出しっぱで。そうですね、毎日多分ガズレレやってる人はね、もう毎日ね弾いてほしいって、まあ僕も思ってるし、俺 もう毎日どころかもう狂ったように弾くわけじゃん、 YouTube 撮ってるし、もうケースに閉まってる暇ないもんだってマジで。まあそうですね、うん、だ長期間保存だとさ、やっぱケースかなって感じがするけどね。部屋の環境がやっぱりその個々に違うので、こうはっきりこういうのは難しいんですけど、やっぱりじゃあ部屋の外にずっと置いておく人はやっぱりこの加湿じゃないか、湿度計、湿度計をやっぱこう買ってもらっても100均でもあるので、あるね、あと今からあの目覚まし時計にも結構今ついてるからね。なるほど、ね、簡単なものでもいいので、こう湿度計を置いてと確認してもらう、まあ、それで適切であれば、まあ、問題ないわけではないですけど、うん、そのでもあのね、やっぱもちゃくん職人だからさ、やっぱそのちゃんと間違えたことを言っちゃいけないっていうのがあるから、それも本当そうなんだけど、でも毎日の生活してるとなかなかね大変だからね、まあ、できれば本当に自分と同じ環境に置いといて、その基本的なことはやっぱり湿度が大事だとか温度の変化がダメだとか、そういうことは覚えておいてほしいけどね、あんまり一気にやっちゃうと、もうやっぱりさ、それでさ触るのとか大変だなとか思ってもらっちゃうのも やっぱ嫌だからね、なんかその辺のバランスはちょっと各々調整してね。そうだから、すごくそういうのが好きで、まあ、好きっていうか、まあ、もちゃくん職人だからだけど、そういうのすごく大事にしてるけれども、やっぱ毎日の生活の中でやってるとね、あんまりもそこになんか気遣いすぎてもっていうのもあるからね、まあまあそこら辺を皆さんバランス取ってもらいたいと思うんだけど、一般的ないわゆる高級な単板ウクレレよりは、でもそうは言ってもやっぱりもちゃくんデザインのこの G ラブのウクレレたちっていうのは、まずこれやっぱ木の厚みがやっぱあるっていうことで、俺は結構すごくそこはね、買ってるところとかすごくいい、なんか、なんていうの、宣伝ポイントかなと思ってるんで、まあまあ、そういうところがちょっと、まあいいってことで、ね、本当にハワイ産の高級ウクレレってすっごく薄いから、本当にやばいんですよね。あれはやばい、そう、いわゆるね、皆さん、ご存知の経営者とかね、傾斜とか、その傾斜とか、そんなやつとかね。あれはすごくいい音だけど、要はトップ材がめちゃくちゃ薄く作ってて、本当にだからすごく気使った方がいいよね。まあ、G ラブウクレレよりはね。本当に、はい、そういうウクレレもあるので、うん、まあまあ、まあ、うちのこう G ラブのウクレレの管理だけで言うと、まあ、本当にそんな手軽に弾けるものっていうことをコンセプトにやってるのでいいんですけど、うん、他にその高級なものとか、うん、あとギターとかになるとまたでっかいしね。そうですね、アコギとかね、ギターとかになるとこう弦の引っ張る力もめちゃめちゃ強いので、
だってウクレレだけだってさ、もう50キロとか60キロあるってよく言われるもんね。そうです、もうそうです。引っ張るじゃん。火曲がってきますよ、もう。うん。そうですね。で、ちょっとじゃあ乾燥するとどんなことが起こるのかっていうのを、本当に有名な知られてるものから、あんまり知られてないところまで、ちょっと軽く、まあ、話せたらいいかなと思って、はい、ちょっと、まあ、用意してきたんですけど、まず木が乾燥すると、木が縮んだり、うん、木が縮んだり割れたりするんですよね。はいはい、これ見えますかね、うん、ちょっとこれ。見えるよ、見える。見えます？んで、通常の状態、まず、こう、出荷時が、うん、ネックがまっすぐあって、ボディがポップ、ま、丸くなってるんですよ。へえ、そうなんだ。なるほど。丸くなってるのか、まあ、若干なんですけど。うんうんうん、で、これが、こう、トップが乾燥して縮んでいくと、うんうん、ああ、ラップになってるんですね。うんうんうん、弦に引っ張られる形でね、今輪切りにしてんだよね、ウクレレを。どうこう引っ張られるとか、こう丸くなってる木が乾燥して縮むんで、縮むっていうことはこうなんていうんですかね、盛り上がりが、うん、体積が小さくなってくると、こう縁に引っ張られて平たくなってくるんですよ。はいはいはい。でトップがだんだんフラットになっていきます。うん、はい。で、トップがフラットになって、ネックが、うん、いわゆる順反りと呼ばれる、こう、しなるんですね。そう、ネックが曲がってくるんだよね。うん。これ、弦に引っ張られて、うん、こう、しなるっていうのもあるし、うん、木が乾燥してしなるっていう、両方の作用が、はい。働きます、はい。うん。で、それによって、よく修理のウクレレで、よく見られるのが、うん、このネックとボディの継ぎ目あたりのフィンガーボードが高くなるんですよ。なるほど。ここが一番高くなるんですよ。うん。それによって、ここに、こう、弦が、こう、触れてしまうことによって、はいはい。こう、ノイズが。うん、ビビリ音っていうか、嫌なの。ビビリ音が出るっていうのはよくあります。はいはい。はい、で、この状態っていうのはよくある、プラス、うん、これが今までよく一般的にネットで言われるものなんですけど、それプラス他にもあることが、このネックがねじれて起き上がるっていう現象が、うん、はいはいはい、これも大体3本に1本ぐらいはそういうのが見られるんですね、日本のウクレレって、うん、木目が均一ではないので、うんうん、そのこう1本のネックの端っこの方が密度が濃くて、反対端が密度が薄いっていうになると、ネックがねじれて、はいはい、起き上がってきますので。うん、そうすると、うん、よくあるのが、例えば、この辺を引くとノイズが出る、ビビる。ああ、よくある。この辺を引くとノイズが出る。場所によってね。音が出ないってやつですよね。そうです、そうです、そうです、うんうん。それはネックがねじれてることが原因の場合も結構多いですね。それの要素がやっぱり湿度とか乾燥がそれの要素を引き起こすこととして可能性が高いってことだよね。そうです、そうです、そうです。だから木材の状況かもしれないし、湿度かもしれないし、一概には言えないってことなんだよね、それね。はい。うん、ただネックがその状態で、ノイズが起こるっていうパターンもあれば、さっき最初に説明したここの丸がフラットになりすぎることによって、うんうんうん、12フレットが高くなって、はい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 、ビビるという現象も、うん、総合的に問題が、どこにあるのかっていうのをこう見るのはちょっとこうプロの人に見てもらわないと、うんうん、ちょっとこう、はい、素人で判断つかないっていうことがよくあるというのが結構、うん、よくある。とにかく乾燥には気をつけといたに越したことはないってことかな。そうです、うん、温度変化とね、乾燥ね。あともう一つ最大の問題が、うん、フレットが飛び出してきます。ああ、それ危ないんだよな。はい、うん、で怪我します。うん、もうでそれで木が
一回縮むと元には戻りません。なるほど、うん、あの多少は戻るんですけど、まあ、縮んじゃうってこと木が。そうです、一回縮んだらまた 100% 戻ることはないです、うん、なるほどなるほど。なので一回フレットが出ちゃったら、うん、少し改善することはあっても絶対に出っ放しです。なるほど。そうしたらそこに指引っかかって血が出たり切れたりして危ないんだよね、それがね。そうです、そうです、うん、でこれも、じゃあ私のウクレレ、例えば、10年使ってるウクレレ最近飛び出してきたっていう話があったと、うん、すると10年ぐらいのスパンで考えると大体どうしても木が縮んでいく方向に進んでいくので、うん、まあ増えるってことはねえよね、どう考えてもね。必ずどこかでフレットが飛び出すので、うんうん、10年ぐらいだと、ね、まあ、普通に、まあ、あり得ることかなっていうことあるんですけど、例えば1年2年でこう出ちゃうって場合はかなり乾燥して縮んでる環境っていう目安ですかね。なるほどね。そういう気の変化とか温度変化に影響をもろ受けてると1年2年でそういうふうになっちゃうこともあるね。うん。など縮むトップが割れるってよく言いますけど、うん、木が縮んでいくとどうしても無理がかかるので、うん、木目の弱いところで割れが起こりますね。はいはいはい。それも放っておくと必ずその割れは進行してどんどん大きくなっていく。そうね、こう長くなってるよね、割れがね、ビーッとこう。そうですそうです、うん、まあ、そうなったらもう速攻どっかの、まあまあ、あの手当てをしなきゃいけないってことだから、まあ、どっかもう楽器屋さん持っていくしかないね、それね。そうですね、あの割れボディの割れに関してはもうできるだけ早く対処しないと進行がどんどん進んでいって、もう本当にすごいお金かかっちゃうよ、修理するのに、うん、っていうこともあるので割れだけは注意と。はいはい、そうですね、まあ、まあそうだね、そういう感じですかね、うん、あとさ、そのケアの仕方なんだけど、そのオイルを塗るとかあるじゃない、はい、そういうのはなんか、あ、一応僕はね、うん、これをよく塗ってるんです、オレンジオイル。オレンジオイルですね。こんなでかいのを持ってます私は。これってでもあの、はい、今持ってるさ、こういうのだとさ、いろいろこう指板とか、これボディにも結構これ、ね、うん、薄く塗っちゃったりしてんだけども、あのこれに塗ってもこれのボディに塗っても意味ないよね、こういうツルツルの。こういうのはね、まあ、違う。こういうツルツルのは僕こういうねギターポリッシュとかを使ったりする、うんうん、こういうのは、あのオイルに関しては、まあ、あのボディに塗るその用目的は、あの塗装の上から塗るのは、うん、その汚れ落としですね。そのオレンジオイルって、あの汚れ、油分が落ちたりとか汚れが落ちる成分があるので、うん、汚れ落としという意味で塗装の膜に、塗るという意味があります、うん、で、あのフィンガーボードは木むき出しなので、そうね、ここにオイルをやっぱり染み込ませる、まあ、染み込ませるということはそこから水分が吸わないという、乾燥しなくてフレット浮きを防げるってことだね。そうそうそう、あとオイル塗るとしっとりするから気持ちがいいよね、この指板は。そうですね、潤いがあった方がいいのよ、この指板っていうのはね、カラッカラよりは、うん、そうね、そう、冬場はあのオイル、あのやっぱりフィンガーボードに指板に塗るのはあのもうあのやった方がいいとね、原稿化とかする時のタイミングが一番いいと思うけどね。こういうとこも、いや、こういうとこもね、塗装してないからいいよね。うん、この、ブリッジも、うん、あの、うちのブリッジは塗装してないので。はい。このポリッシュはどう？ポリッシュも、あの、いろんなメーカーが出てて、その、一概に言うか。そう、保湿成分が強いものとかは、フィンガーボード、オイル代わりに使えるらしいですけど、あの、まあ、安いものとか、まあ、メーカーによっては本当に掃除だけみたいな、はいはいはい、ちょっともうあるらしいので、うん、ちょっと一概には言えないのかなって。ガサが使ってるようなやつはね、そのエレキギターとか塗装してるやつにこれを使うともうピカピカにものすごいなるんだよね、なんかすごく光沢成分とかだから、こういう塗装のウクレレには結構すごくいいんだけど、これも気をつけなきゃいけないのが、一見ね、同じような塗装に見えても、ラッカー塗装とポリ塗装って、ね、あるからね。まあまあ、あんまり気にせずに、あのさ、こういうのを、
こういうね、楽器を吹く布があるんですよ。まあ、こういうので、よくさーっと拭いとくといいかなと思ったり。この、私のハニーが作ってるストラップは、ここでね、ほうきになって、ここでよく、ここでほこり取る。ここにいっぱいほこりが積もるからね。そう。積もりますね。ここにね、やっぱ積もるからね。ここをきれいにしとくの結構大きいからね。こうやって、こういうのをこうやって下に通したりして、こうやって、よく、たまにやってます。うん、これで撮影してるからさ、僕の場合、なんかほこりだらけの嫌だなと思って、ね、こうやって。まあ、だってこう、ツヤがあるのとないのって、またちょっとね、微妙に違うのかもしれないけど。まあまあ、でも、そうやって、要は自分の大事な楽器をこう、めでるっていうのかな、それがいいもんね、やっぱりね。そうですね。愛情をちょっと注いであげてみたい。ツヤがめでる。あとさ、これはどうですか、これ。何ですか、それ。これ、フレット磨き。要は金属パーツ専用の。これね、ピカールってあるじゃん、金属磨き。あれで、僕なんかたまにね、フレットをこう、磨いてやるんですよ。そうすると、やっぱすごくね、ピカーっとなるし、もうピカールだからね。で、あとね、ビブラートかけた時にね、すごくこうしなやかになるんですね。あまりビブラートってそんなかけないかもしれないけど。まあまあ、そういうの、まあ、エレキギターやって、エレキギターとかアコースティックギターをやってたから、こういうのを使ったり。あと、ガズのわがままウクレレでセレクションしてる人はこれも結構いいよ。接点復活剤と言ってですね。ああ、接点復活剤。これは、ここにこうピックアップがついてる楽器は、こういうところにホコリが積もったり長年使ってないとね、変に膜ができちゃってて、いざ使うってところにね、うまく音が出ないかもしれないから、こういうのを使ってね、スプレーシュッとすると、その膜を取ってくれて、まあ、いいぜっていうことなんで、まあ、なんてそういうのもね、知っといてもらうのもいいかなと思って、今ちょっとシェアしたんですけど、はい。いろいろあるんですよね。いろいろあります。本当に、もう簡単に携帯で、こう、ちょっと調べてもらえれば、いっぱい出てくるので。大体、アコースティックギターとか、エレアコとかと、そんなに変わらないもんね、ケアの仕方としてはね。そうです、そうです。同じと考えてもらって。はい。だけど、一言言えるのは、そのアコースティックギターよりはケア楽だよね、パーセンテージって言ったら。ああ、そうですね。ケアも楽ですし、その気を使う、その気の使い方が、ちょっとそこまで気を使わなくてもいい。僕もアコースティックギターをいっぱい持ってるから、やっぱりね、すごい気使うもんね、もう弦をやっぱり毎回緩めるしさ。そうですね。弦はもう本当にギターの場合は弦は必ず緩めないとダメなので、うん、壊れちゃうね。そうそう。まあ、ウクレレはね、ただ、うちの、この G ラボは、まあ、ギリ大丈夫っていう設計にモジャ君がしててくれるっていうのが、すごく僕も助かるけど、さっきも言ったように、ハワイ産の軽車のウクレレとか使ってる人、絶対緩めた方がいいよ。いわゆるそういういいウクレレ使ってる人は、緩めないと反ってくるよ。力がすごいかかってる。そんな。でも、本当に、弱いっていうか、かなり過激なセッティングで、もう音を重視してある、この人は。弾き終わったら必ず緩めるってことをしないと、本当に致命的な、こう、変形につながっちゃうので、要注意。なんか僕がその、まあ、聞いた話とか自分もいくつか持ってる、そのヴィンテージギターで、もうなんか、ある程度すごくこう、いろんな、なんとそういう苦難を乗り越えてきた楽器って結構化石みたいになってさ、すげえ、めちゃくちゃ状態がいいのでもう固定されてるっていう説もあって、で、僕、あります、あります。自分の年より年上のギターをアコギで持ってるんだけど、それはね、全然大丈夫だ。なんかあれこそ歴史が培った何かだ、きっと。やっぱ、木材の、あるんですよ。そういう、木材の成分が、やっぱそうクッション化していくっていう、やっぱそういうのもあるんで。まあだから、かといってみんながみんなそうじゃないからね、やっぱり僕らが手に取れるようなのはもう安全第一でね、やっていい。そうです。そうなるまでには何十年もかかる。そうだよ。だってもう50年以上前の楽器だもん、だってその楽器そう。まあまあ、そういうことでね。戦後ぐらいですね。そうだよ。そう。まあまあそういうこともあるんだけど、まあまあね、この季節の変わり目すごい大事で、また今度春から夏にかけた時も同じことをまた多分このもじゃくんに聞いてどんどんやっていこうと思うんだけど、またこういうこともね、皆さんにこう有用な情報としてシェアしていきたいのと、他のウクレレとその G ラブのウクレレの違いっていうのもこういう話すると結構際立つじゃん。そのうちはトップが厚くて、でもなんでトップが厚くても大丈夫かっていうのは、それはもじゃくんの長年のこのね、やっぱそれ生み出した答えなんでね。本当は木材って薄ければ薄いほどいいって言われてた
ものをね、研究で強化できるんだけど、いろいろ裏技で音を引き出しているというか、まあその辺はまたおいおいできましょう。で、じゃあ今日、第2部というか第3部で、今ガズ、レレと G ラブで今いろいろ進めているプロジェクトについてなんですけど、今回ベトナムから来た荷物の中に、皆さん覚えてるかね、リフレレの次のプロトタイプが入っていました。ちょっと皆さんシェアしたいと思います。すごいよ、これ。じゃーん。こういう形の、形見るとこれね、なんかこれとね、ボディの形は一緒なんですけど、ね、これ弾いてみた感想もズバリ言うとですね、やっぱりまだまだ僕が求めてるものとはちょっとね、遠かったっていうのが正直なところで、やっぱりね、弦のテンション、このね、エレキギターとしてこれ使いたいんですけど、弾き心地がやっぱもう全然やっぱり違うっていうのと、あとやっぱり、もうそうなんですよ。またこれをまた、モジャ君も一回ベトナム行かなきゃだね。行ってもいろいろ話して、もう、モジャ君もそもそもエレキギターっていうのそんなにやっぱ弾いたことないっていうところもあるし、まだこれは今、宿題がいっぱいあるっていう楽器なんですけど、まあ一応こういうのも進めてますよというのと、今回ちょっとものすごいね、僕ね、モジャ君に無理言ってね、試作品作ってもらったのがあるんですよ。これ。これは何だと思う？これね、対象音って知ってます？それをこのウクレレみたいにこう、これね、こうテーブルに置いて、こうやって弾くのがいいかなと思ってやって、今これ仮のちょっとサンプルで作ってもらったんだけど、これがね、めちゃくちゃいいの。いいんだけど、これをどうやってね、皆さんシェアしようかなとか、いろいろどうやってこれを展開していくことでまた考えていたりとかして、まあ、こういう要素のものがね、実はいっぱいあるんですよ。毎日 YouTube だけを撮ってるように見えて、実はいろんなことを考えて、こう、秘密裏にやってるんですけど、あとちょっとだけ見せちゃうと、こういう、モンジャックのこのデザインに、これはもうプロトタイプですけども、これ製品化はちょっとどこわからないんですけど、R がついているという、R っていうのはいわゆる丸いんだよね、角がね。それによって音もね、やっぱだいぶ結構違う印象があった。なんか、音も丸い感じが したんですよね。うん、で、まあ、これはちょっととあるプロジェクトで、偶発的にこうね、なんていうのかな、偶然こうアイデアがひらめいたっていうか、ものもあるんで、ちょっとこれは、いろんなものの様子を見ながら、なんかこういうトライ&エラーというか、エラーではないけどさ、トライをずっとし続けてるっていうことを、今日はちょっとシェアしようかなと思ったんですけど、まあだから、尽きないよね。いろいろやることは。もう日々ね、うん、これはどうだ、あれはどうだ、だから塗装はどうする、ああだこうだ、みたいなことをまあやってるわけで、まあだから、でもどっちにしても、なんだっけ、ロックダウンが解除されてくれたんで、まあそこはすごい良かったな。もうだから先月は、そう、先々月くらい、もうなんか、いろいろさ、やりたいことあるのに、みたいなこと言ってたんですけど、まあまあ、引き続き、面白い、なんか、面白くて便利で、やっぱ役に立って、で、音がいい、扱いやすいっていうところが、やっぱり、Gラボの、やっぱりあれかな、というふうに思ってます。引き続きよろしくお願いしますというか、まあまあ、面白い楽器作るって、やっぱ面白いもんね。まあまあまあ、うん、ある程度。いろいろ。まあ、もじゃくん、俺がそんな無理言ってよくこんな、ね、作ってくれるよ。すごいよ、本当に。これ、今、世の中にないものだもんな、これさ。ちょっとあれですよね。いや、でも、これ、相当楽しかったよ。いろんなメロディーを弾いて。これ、メロディーですよ。まあ、これも後で、まあ、ちょっとタイミング見た、あったら。だから、これ、大丈夫ことじゃなくて、令和ごとっつってんですけど、今のところ、令和ごと。これ、おじいちゃん、おばあちゃんがこう、例えば、みたいな感じでこう弾けたらいいかなとか、これをちょっとやり方をいろいろ考えてる。まあまあ、そんな風に未来をいっぱい描いておるわけでございます。はい。もじゃく引き続き、よろしくお願いしますね。まあそっち、常夏で、いつも高温多湿で雨ばっかりだから、もう、なんかもう四季がないからね、なんか今何月だろうって感じなんだろうけどさ。もう、湿気のない、その、冬をもう忘れてきたのぐらい。もう静電気、すごいから静電気が。もう静電気は全然もう全然もう分からないですね。あ、そうだよね。はい、まあでもまあ、僕もね、だからもうちょっとして、もうちょっとね、行き来できるようになったら、まあ、一目散に行きたいと思うんで、またその時はまたよろしくということで。そうですね。はい。はい、それまで皆さんちょっと、スタッフ一同様にもよろしくお伝えしていただいて、楽しく、素晴らしい楽器を生み出していただければと思います。まあ、また、つないでいきましょう。はい、今日は、詳しい解説、プロのウクレレビルダー、楽器ビルダーのモジャ君からいただきました。ありがとうございます。では皆さんごきげんよう。またお会いしましょう。バイバーイ。皆さん、お知らせです。11月11日は何の日かご存知ですか？
そう、ガズレレの日なんです。はい、今年2021年の11月11日は、なんと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルで、ガズレレの日のお祝いをしよう、乾杯ということで、勝手に祝杯イベント、はい、私が自宅で、こう、ワインで乾杯しようということで、生配信を予定しております。どなたでも無料でもちろん参加できます。チャットでいろいろやり取りしながら、なんかいろいろセッションとか、いろいろ展開していければなというふうに思いますので、11月11日の夜8時、ガズレレ YouTube 生配信で皆さんお会いしましょう。お時間空けといてください。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってくる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ。これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン、両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードしてインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛アマゾンでご購入いただけるような状態になってますので、ちょっとアマゾン内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、まだそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。